いや、生まれて初めてマジック・ザ・ギャザリングのオリパなのかな、これ逃げてるんですよね。で500円、税込み500円、なんだろうこれ。ブロックオリパでよくあるじゃないですか、見えてる分ポイッと置いてあったんで買ってきたんですけど、見えてるのがレアホイールっていうのかな、レアで光ってるやつね。なんでこれ中身がどんなのなのかさっぱりわかんないまま、とりあえず買ったけど中身もホイールだったらいいなと思って買ってきました。こちらね、ちょっと開封しますっていうか、そのもったいぶってすることでもないね。はいはい、驚愕の魂イマーラレアのホイールね、はい、近いね、これいいね、結構前のだね。あと残りがホイール、レアホイールだったらお買い得だったかな。違う、戦慄の存在。え、あ、レアか、しかもちょっと古いアンティキティ戦争。あ、ホイールなしか、いや全部レアだけどね、食らい尽くし。タラコス全然光ってないや、いやレアだけどさ。おっと、中小化の中枢、ドミナリアの大修復、ペンゼロック天、いやもう500円だからそんな期待してなかったけどさ、はいはい、全然光ってません悔しいな。え、何枚 ?1,2,3,4,5,6,7,8,9、レアホイール1枚とレアカードが9枚入って500円。え、これどうなん、ちょっと悔しいか、値段調べてみようか。私の動画ってあんま、はい、値段をね、ちょっと調べてみたんですけど、どこで調べていいのか、どうやって調べていいのかね、マジック・ザ・ギャザリングについては分かんなかったので、まあ、在庫がたくさんあるであろう、ハレルヤさんの方で調べてみました。あくまでもね、販売価格なので、ちょっと、相場よりも高いか、まあ、買い取りだと思ったら安いなと思うんですけど、こちらのレアカード、1,2,3,4,5枚。5枚は、1枚50円。1枚50円ですね。で、250円分ありました。はい、次、こちら。勇敢なものの土歩行。こちらが80円でしたね。で、こちら。あ、どんどん安い順に今やってますね。こちら、中小からの抽出。こちら100円でしたね。100円。100円で在庫なしだったかな？意外とするんだね。で、残り3枚なんですけど、残り3枚は、150円超えなんですけどね、1枚が。こちら。155円超えじゃなかったや。驚愕の魂、今から。こちらは150円。ということで、意外と安かったね。表に見えてたから高いのかと思ったけど、150円でした。で、次、こちら。戦慄の存在。こちら180円。でしたね。高いんだね。で、一番高かったのがこちら。アンティキティ戦争。セールで200円か。セールで200円だったんで、高いんだね。全然わかんないからさ、もう、光ってる方が高いのかと思っちゃう。まあもちろんこれらもね、全部、ホイールカードがあればそちらの方が高いんですけど。ということで、合計金額が960円でしたね。なので、500円の税込みで買ったので、1.8 倍、約2倍近い、ね、倍になりました。っていうか、あくまでも販売額だからね。ハレルヤさんの。もしかしたらもっと安いところだ、たくさんあるかもしれないですけど。っていう感じでした。な、初めて買った割には良かったかなっていうか、私こういう光物ホイールを集めてるんでね、この子たちも、まあ、大切にはしたいんですけど、どうしようかな。はい。なんかホイールカードたくさん持ってて、この子たち欲しいという方いらっしゃったら、トレードなんかしてみてください。トレードしてください。はい。もしよろしければね、ご連絡ください。はい。MTG、マジック・ザ・ギャザリング、ね、集めております。最近ちょっと結構買ってんね。また紹介したいと思いますので、チャンネル登録や高評価、よろしくお願いいたします。では以上です。ありがとうございました。バイバイ。